はいどうも、ホルモン島田チャンネルのフィッシャー島田です。ここで漢字クイズです。海の牛でジュゴン、海の虎でシャチ、海の豚でイルカ、海にネズミで何と読むか知っていますか？そうです、ナマコです。ナマコといえば中国の高級食材としても有名ですよね。ということで今日はナマコ食べます。それでは早速やっていきましょう。今日はスーパーで美味しそうな生のナマコが売っていたので買ってきました。赤ナマコという種類です。ナマコは漢字で書くとナマコと書きます。見た目は全くネズミとは似ても似つかないですよね。ナマコは夜になると海底を動き回るため、その様子がネズミに似ていたことからこう呼ばれるようになったそうです。英語だとシーキューカンバーと呼び、海のキュウリという意味です。なんとなくこの表面のトゲトゲした感じや形的に海のキュウリは納得です。中国語だと乾燥したナマコのことをハイシェンと呼び、海の人参という意味です。キュウリだったり人参だったりややこしいですね。ナマコには朝鮮人参と同じ成分のサポニンが含まれていて、このサポニンの成分ホロトキシンを利用して水虫の薬が作られたりしているそうです。ナマコは海の黒いダイヤとも呼ばれ、ネットなどでも北海道産の乾燥ナマコはキロ30万円を超えたりもします。高すぎますね。特に中国では日本産のナマコが人気で供給が追いついていない状態らしいです。日本三大珍味といえばウニ、カラスミ、このワタですが、このこのワタとはナマコの腸を塩漬けにしたものです。中国では乾燥ナマコを水で戻して調理して食べるのが一般的ですが、日本では生のものを酢の物などにして食べるのが一般的です。ということで今日はこのナマコを使って酢の物を作ります。改めてこのヌルヌル食感不思議です。触っていたら徐々に硬くなってきました。こっちのボコボコしている方がナマコの口です。逆側に肛門があります。まずは口部分と肛門部分をカットします。次に胴体に切れ込みを入れて中の内臓を取り出します。一旦水で洗い流します。次に塩をかけてボールをかぶせてまな板の上で擦っていきます。こうすることで表面のぬめりが取れていきます。全体のぬめりが取れたら再度水でよく洗って水気を切ります。次に薄くスライスしていきます。ナマコは結構食感があるので薄めのカットがおすすめです。全体のぬめりは取れていますが、ナマコ自体がツルツルしていて身が硬いので手を切らないように注意しましょう。本当にどの食材もそうですけど、初めに食べた人ってすごいですよね。なんでこのナマコを食べようとしたのか気になります。次に酢と醤油を合わせて2杯酢を作ります。次に薬味のもみじおろしを作ります。大根の皮を剥いて箸などを使って穴を開けます。そこに種を取り除いた唐辛子を詰めておろし金で吸っていきます。器にカットしたナマコを入れて2杯酢を加えてネギ、もみじおろし、ごまを乗せて完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は宝酒造の一個もんハイボールを飲んでみます。個人的に結構本格焼酎の炭酸割り好きなので、芋とか麦、米の炭酸割りは夏とかに飲みます。この一個もんは南九州産のさつまいもを使用し、麹も芋麹を使用しています。口に含むと芋の甘みが感じられて、炭酸がしっかりと効いていてすっきりとした喉越しがあります。ビールやハイボール以外の選択肢としてこういった焼酎の炭酸割りもいいですね。和食に合わせたり、炭酸が効いているので油っぽい料理に合わせたりしても相性良さそうです。何より焼酎の炭酸割り作るのがめんどくさい人にぴったりです。それではナマコ食べてみましょう。コリコリっとしています。貝とか千枚の肉厚な部分とかタコの吸盤とかに近い食感です。ナマコ自体の味はほとんどありません。この酢の酸味ともみじおろしと一緒に食べることでさっぱりと食べることが可能です。せっかくなので焼くとどんな感じか比べてみましょう。ナマコはほとんど水分なので焼くとかなり縮みます。生に比べると少し磯っぽさが強調されていますね。食感も少し硬くなります。これは好みが分かれそうです。自分は生の方が食感も味も好きです。次は乾燥ナマコを食べてみたいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ナマコいかがでしたか？世界の高級食材や珍味って面白いですよね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。